アキラです。いやもう夏のねシーズン真っ盛りなんだけども、ね、今また非常事態宣言でね、まあ結局近場をうろうろしてますけども、私ねもうすでにワクチンの接種ももうやっちゃったんですね。うちの親はもうとっくにやってたんだけども、90歳の親はねもう意外ともう何ともなかったんだよね。注射してもね、さすがにね自分だとね、まあ、筋肉痛なんかね筋トレをやりすぎたような筋肉痛が出てね、まあ、ちょっと痛いっていうぐらいだったけどもね、まあ、そんなことはどうでもよくてね、まあ、最近結構オフロードを走ってね、このバイクでも結構走ってはいるんだけども、やっぱね自分のテクニックがまだまだだなっていうのをね実感しますね。まあそれでも結構走れることは走れるんだけどね、まあこれ自分もねもう60過ぎてるからね、これから練習して上手くなるのかっていうのは非常に疑問ではあるんだけども、でもねアプリリアの乗り方もねだいぶ分かってきてね、こっちの GS だとちょっと重すぎてね、これでやるのはちょっと無理だなって思うようなこともね、アクリリアだったらまあできるんですよね。まあ度胸があればこっちの GS でもやればできるかもしれないんだけども、ちょっとそこまでのねリスクを取ってまでちょっとやる気はしないんだけども、段差を越えたりね、段差を越えたりするのはね、GS でもやればできそうなんだけども、失敗した時のね、リスクがちょっとでかくてね、まあそんなことはことを思ってる今日この頃ですけども、でもねやっぱアプリリアの方でねうまくできるようになれば、まあ同じコツでね GS でもね段差越えとか丸太越えはできるようになるかな、まあ最近でもねよくハーレーのパンアメリカのオフロード記事とかね結構出てるんだけども、そういうのを見るとねなぜかねこんなでかいバイクでオフロードは走れないとかね、せいぜいできるのはフラットダートぐらいまでだろうとかって必ず書き込む人がいるんですね、コメントでね。あと YouTube でもね大型アドベンチャーバイクでねオフロードなんか走れないのになんであんなの乗るんだとかっていう人もいるんだけども、それあんたが乗れないだけだろうっていうGS でもね林道程度であればねそんなにオフロードガンガンやってる人じゃなくても走るんだね。まあそれなりに心得のある人はね結構荒れたところでも行けちゃうと思うんだけども、標準のねそんなにオフロード用ではないタイヤでもね泥でぬたぬたのところ以外は結構いけちゃうんだよね。まあ、とはいってもね大型アドベンチャー乗る人がねまあみんなオフロードは走んないとは思うけどね、まあオフロード走れば必ずひっくり返るからね、まあこれ新車で買うとやっぱ300万ぐらいしちゃうからね、なかなかねオフロードで遊ぼうっていう人はあんまりないんだけども、
でも結構サスペンションとかね、これいいからね、もったいない気もしないでもないけどね、変なことを思いつつね、まあ、大型アドベンチャーでオフロード走っても面白いですよっていうのをちょっと言いたかったんですね。ということでね、今回は以上です。ご視聴ありがとうございます。ここでちょっとお休みしていきましょう。